おはようございます。相変わらず変な時間に起きましたわ。外はまだ暗いです。4時です。58.5。昨日よりちょっと増えちゃいましたけど、まあ気にすることはないかな。60キロはしっかりとね、下回ってるんで、ね、問題ないと思います。今日のコンディションです。まあ変わらずいい感じ。まあただちょっと体の調子がねあんまり良くないんでね、肩もちょっと痛いんで、ね、その辺うまく付き合いながらやっていきます。なんかダメですわ。最近調子悪いんですけどね、今日もかなり不調です。まあこうやってねトレーニングって波があるんですよ。もうこのね下に落ちていってる時ってもう落ち込んじゃうんですよね。メンタルも沈んじゃいますし、ちょっとトレーニングやめたくなっちゃうんですけどね、もうこれの乗り越え方というのはもう受け入れるしかないんですよ。もうやらないか、もうこれを受け入れた上でもうできることをやる、もうそれしかないんで、この調子悪い時にやめてしまうっていう人が結構多いんですけどね。まあそういう人のためにもこれをねリアルに伝えていけたらなと思います。まあ僕でもこういうことはあるんで、まあ調子悪い時はもう臨機応変にねもう対応するというのが一番です。朝ごはんはプロテインケーキです。いただきます。アパレルの追加注文がありました。ブラックコーヒーと芋のケーキです。いただきます。甘っ。ブラックコーヒーがめっちゃ合う。仕事がちょっと落ち着いたんで今から移動します。今からはね名古屋に向かいます。そして名古屋でまあちょっと夜まで作業してから、そっからね岐阜に向かうと思います。明日ね岐阜でゴートレする予定なんで、岐阜の超人の家にねついに初めて行くことになったんで、まあ、そのためにも今日はしっかり頑張りたいと思います。移動中もねずっと仕事することになると思います。まあリモートワークなんでね、そういう働き方ができるということで最高です。中津南公園で軽くワークアウトします。エナジー補給、まあ、ちょっとなんか元気出てきた気がするんで動けるとは思います。ありがとうございます。世界で5着しかないです。やったぜ。
OK。 OK。3時間でいいトレーニングできました。短い時間でしたけど、確かです。ありがとうございました。ありがとうございます。矢野です。矢野様、北栄。北栄、名古屋到着。まだ仕事が残ってるんで、今からちょっと作業できるところに移動します。はい、名古屋駅到着しました。ドトール入ります。すごいですね、最近のドトールってゼロカロリーシロップがあるんですね。めっちゃいいやん。一応そういう案もいいかな、一応目標があった方がいいかなと思ったんで。気づいたらカフェで5時間ぐらいいました。そしてね、今から岐阜に向かいます。岐阜の超人に会いに行きますよ。先週ね、インスタライブした時に行くって言ったんでね、もう言ったからには有言実行ということで向かいますよ。美の坂本、岐阜県中津川市。めちゃめちゃ田舎なんですけど、何もないぞ。こんな田舎にこっちには住んでるのか。いよいよ岐阜の超人と再会します。こうやってね、知り合いがいないと多分一生来ることなかったと思うんでね、まあ、そういう意味でもやっぱりね、こういういろんなところにトレーニング仲間がいるっていいことですね。めちゃめちゃ田舎じゃないですか。何この IC を初めて見た。こんな出口な。岐阜の超人来ましたよ。ちゃんと来ましたよ。ディップスバーが積んである。さすがですね。マットもある。やばいね。さすがです。行きましょうか、はい、こっちに連れてきてもらいました。名前は肉と米です。え、感動の肉と米っていう店、はい、めちゃめちゃいいタイトル。いきますか。なんか2種類ぐらい選べたけど、ビッグバンステーキセット。これにします。味噌汁、ご飯のお供、食べ放題。ご飯食べ放題で、味噌汁とご飯のお供も食べ放題。米の量を選べるらしいです。めっちゃいいやん。180。おーおー。すごい、クオリティ高いんですけど。めっちゃここコスパいいじゃないですか。卵がない。
ほんまや。卵は今日は売り切れかな。もう閉店ギリギリに来ちゃったんです。ただご飯のお供はちょっと充実しすぎてる。いただきます。そう。ごっちんはステーキとハンバーグ？ハンバーグですね。マジでめちゃくちゃうまいです。これすごいですね。これめっちゃうまいね。これうまいですよね。これなんなん？これ。明日鉄棒せんのやったらもうアホみたいに多分食っとるっすわ。美味しかったです。はい、美味しかったですね。ごちそうさまです。ごちそうさまです。お邪魔します。おい、何やってんの？これ。めちゃめちゃおしゃれな家。カフェみたいな。トレーニング部屋です。バキがおります。バキじゃない、裕次郎。飯料飯今夜は岐阜の超人の家に泊めてもらいます。はい、ここです。先着がすでにいます。今夜はこの子と一緒に寝たいと思います。おやすみなさい。また明日楽しみます。